はい、ムーミン。なんかムーミン、この番組はムーミンの話題やらアニメの番組が本当多いですよね。はい、はい、ムーミン。タジミッコさんからいただいておりますけれども、この2月13日から劇場版ムーミン南の海で楽しいバカンスが全国公開されます。おや、劇場版のムーミンらしいですよ。はい、ね、ムーミンが南の島に行くんですか。行くというやつ。あんな寒いとこの人たち、ムーミンだって フィンランドかなんかでしょ。あ、寒いとこですよ、はい、うん、南の海へ行く。何しに。まあ、いっぺんちょっと読んでみましょう、うん、この劇中、以前に聞けばでも盛り上がったキャラクター全裸か否かプーさんから始まってありましたね、うん、ありましたの、またまた問題になりそうなシーンがあるのでご報告いたしますということで、情報が早いですね、うん、公開前からですよ。あと3日4日後の公開ですもんね。はい、それはムーミンのガールフレンドのフローレンがビキニの水着を着用するというシーンがあるんです。いつもは包み隠さず全員が漏れなくヌードのムーミン一族がまさかのビキニ姿で尋常でない違和感がある。まして我が恋人フローレンのビキニ姿を見たムーミンがこれをまさかの一言を言ってるんです。それじゃあ裸みたいだよつけとるや、普段やろお前ら、普段が裸やろね。これはいかんです。言わずもがなのセリフを盛り込んだ原作者の意図は分かりませんが、それは言ったらあかんやろうというね、プーさん全裸説再燃の予感がいたしますよ。そうですよ、だってね、うん、そもそもだって海に入るは服だと濡れちゃうから最小限の布にしてビキニだの水着だの私たちは着てるわけですけど、はい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 、普段裸のやつがなんでわざわざ着ない感じ。しかもムーミンのセリフ、はい、おかしいです、ね、それまるですあのあれですよ、ムーミンはあの分かる気持ち、はい、水着フェチや、全裸よりも下着の方が興奮、下着フェチの方が興奮する人います。でも怒ってるんでしょ。ああ、そんな格好ダメだよって怒ったふりして喜んでるんですそれをぜひ皆さん2月13日から東宝シネマス、名古屋ベイシティほかセンチュリーシネマ、こういったところで上映されるそんなの確かめるために見に行かなくていいね。そうですかね、はい、東亜ベンソン生誕100周年が去年であった。ああ、そうなんだ。節目もあるのでこういったいろんな流れがあるのではないでしょうか。